新投手に選ばれたニール・キノック次点、ロイ・ハタズリー、副投手に就任。1983年、イギリス労働党党首選挙は、イギリスの政党、労働党の党首を決定した選挙。1983年イギリス総選挙での大敗北の責任を取り、マイケル・フット党首が辞任したことを受けて開催された。影の教育相、ニール・キノック、元物価、消費者保護相、ロイ・ハタズリー、党内極左派、エリック・ヘファー、元環境相、ピーター・ショアの4名が立候補し、11月に実施された。前回総選挙は、党内左派が優勢な状態で戦われたが、予想以上の惨敗となったために、党内で現実主義路線回帰への機運が高まったこともあり、穏健派のキノックが圧倒的な勝利を収めた。党首選は、労働党が1981年以降、採用しているシステムにのっとり、労働党の庶民院議員、欧州議会議員の票、労働党員の票を 30% ずつ、労働党系列の労働組合員の票を 40% に振り分けた投票で行われた。キノックの党首当選後に行われた副党首選では、この選挙で次点となった右派のロイ・ハタズリーが当選。ホールではあるものの、閣僚経験のないキノックをベテランのハタズリーが支える党内体制が出来上がり、この二人の組み合わせはドリームチケットとも呼ばれた。当時41歳というキノックの若さも助け、労働党は若返りのイメージを印象づけることに成功し、党首選後に行われたオブザーバー誌の世論調査では、労働党支持率 39% を記録、与党、保守党の支持率 42% を脅かすまでになった。ありがとうございます。